はい、ってことでですね、前回取り付けた32型の、液晶テレビ、まあコメントでね、いろいろちょっともらってたんですけど、固定方法に関してはですね、また後でちょっと考えたいと思います。で、ここはね、ちょっと見えやんようにするつもりやったんですけど、やっぱりこう、ここが、ルーフがこうね、R を描いとるっていうことで、上までちょっとくっつけれなかったんですけど、ここは、ちょっとね、布団の出し入れとかあるんで、これ以上ね、間口はちょっと狭くさせたくないんで、ここをね、まあ後で、まあ白色のペンキか何かで塗って、まあ同化させるような感じでいったら、まああんまり違和感はなくなるかなというふうに思ってます。ということで、まあ一旦ちょっとテレビ置いておきます。はい。ちょっと違うことをね、今からやっていきますね。で、今回ですね、この換気扇のとこですね、ここ仕上げていきます。ここはですね、どうしようかなと思ってちょっと迷っとんすけど、このダクトの分だけちょっと棚にしたいと思います。まあこの無垢の質感にこうダクトむき出しっていうのも結構かっこいいかなっていうふうにも思うんですけど、まあそういうね、住宅もありますしね、今最近はこういうわざとダクトを見せるような、手法みたいなをたまに見かけたりもします。まあそれもおしゃれですけどね。ってことでね、この 1x4 をちょっと置いてみたんですけど、まあ何も支えなくてもちょっとぴったしな感じで、ちょっと一回置いてみました。感じ的にね、こう、ここ1、2、3枚置いて、そうすると多分この出幅が大体同じぐらいになってくると思うんで、ちょっとそんな感じでね、ちょっと進めていこうと思います。バンクのちょっとしたね、棚なんですけど、板を1、2、3枚、1x4 を並べてみたんですけど、まあ、正味もう3枚もいらんかなと。2枚ぐらいにしたって、ちょっとこれがね、ちょっと出すぎとるんで、この辺ぐらいで一回カットして、うん、だいぶちょっとスッキリさせようと思います、ここも。なんかね、ちょっと出すぎとるんで、ぐっとね、縮めます。こんな感じでね、一回切ってみました。もうカッターナイフでサクッと切れるんでね、大雑把に、ちょっとマスキングだけして、そこに沿ってちょっと切ってきました。でね、中を覗くと、こう、ここにね、網戸をね、切って貼ってあります。こう見てみると、特になんか虫が挟まっとるとか、そんなんは特になさそうですね。はい、ということでね、一回ちょっと換気扇の方動作確認してみます。よいしょ、ここがパシッと電子シャッターが開くんですよね。ちょっと確認します。オン、開きました。うん、バッチリバッチリ。結構ね、静かなんですよ。夜中ね、これかけっぱなしにしとっても、全然、うるさくないですね。冬とかね、これかけっぱなしで、で、朝起きても、全然結露とかしたことはなかったっすね。うん。なんで、結構これは、効果としてはあったんじゃないかなというふうに思います。で、この上の部分はまた肩取って、まあ、大体でちょっとやっていこうと思います。はい、ということで、一旦ベッドの方ですね、形整いました。はい、実はね、これ、このまま布団敷いて寝るんじゃないんですけど、前回は62センチ。今回が約90のシングルサイズの、1900の、90ぐらいですかね。
今からそのねちょっとベッドになる部分をここから作っていく感じです。はい、ここはサブバッテリーですね。こっちは物入れ、まあ、ここは蓋するんですけど、とりあえずこことこことここっすね。今回はちょっとこの前回のねベッドの高さ、ここですね、ベッドの高さにプラスかさ増しして作っていこうと思います。まあ、そのね理由はちょっとまた後ほど、作り終わってから説明しようと思うんですけど、だいたいね高さ的にはですねこの1ちょっと高くなる感じで作っていきたいと思います。でですね、取り外しできるようにしときたいと思います。そのままごっそりね荷物として下ろせるような感じですね。まあ今ね貨物登録の1ナンバーなんですけども、1ナンバーでねそのまま合格するようにもしたいですし、あとは8ナンバーでもどっちでも登録できるように、するのにちょっと取り外しできるようにしときたいと思います。バックドアのね開口部が1メーター1メーターないと貨物登録ここできないんで、ね、このベッドかさ増ししたるとできないんで、取り外しはできるようにしておきたいと思ってます。もしキャンピングカー登録するならこのベッドの幅っていうのも1800以上ないとダメなんで、この窓から窓を測ると1m93cm、 1930ですね。はい、で上に行けば行くほどちょっと当然車はこう車こうねなってってるんで狭くなってるんで、ちょっと短くはなってくるんですけども、まあベッドをかさ増ししたとしても上の方が1870ぐらいですね。 1m87 なんで、まあ、前回のベッド1800よりかは余裕で広くなる計算ですね。ということで作っていきたいと思います。はい、ということでベッドなんですけど、ちょっと骨組みだけ組んで、まあ、こうなるであろうっていうね感じでちょっとイメージでちょっと今置いてみました。前回使っとったベッドのクッションですね、この厚みがだいたい6センチぐらいですね。で置いて、うん、でね、この高さなんですけど、まあ、ちょっとここでもう言っちゃうと、猫のトイレの入る分スペースですね、トイレと猫が入るスペース、高さと横幅が、まあ、こんくらいかなっていう感じで、自宅のトイレのねサイズ寸法測ったらだいたいこんな感じで高さ出てきたんで、まあ、それをねだいたい基準で、まあ、出したんですけど、であとここはベッドで、ここにね両サイドに人が座れるようになってます。で通常ここのベッドはもう常設にしといて、ここからねテーブルをこういうスライドレールでこうやってね出してテーブルを使おうじゃないかと。で、ね、このテーブルの高さもだいたいこのベッドの高さがちょうどいいんで、このテーブルの高さもちょうど良くなるっていうね感じなんですよ。このベッドが低くなるとテーブルもぐーっと低くなって、ね、チェアリにくくなるんでね、こう座りにくくなるっていうのか、もうテーブルとの間がもうちょっとしかなくなってくるんで、やっぱこのベッドの高さも結構、まあまあの高さ確保しやんとちょっと難しいかなっていうふうになります。でですよ。でまあ実際まあこうであろうっていう感じで置いたんですけど、ここをね、今、寝っ転がってみてここを測ると窓から窓をね1820ぐらいあるんですよ。うん、1820で前回作ったこのこう縦に作ったベッドが1800やったんですけど、それよりかはまあ若干2センチぐらいは広なっとるんですけど、やっぱ車ってほら窓がこうウィーンとこう
狭まってるじゃないですか。なので寝っ転がってこうちょうどね、こうするとちょうどここで測っとったんですけど、ここで測ると1820なんですけど、足が266センチなんで、そこから26センチ上を測ると、まあ大体ですけど26センチ、大体ここなんですよ。ここで測ります。そうするとね、170しかないんですわ。僕の身長が173なんで、身長よりもね、短くなってるっていうね、こう、トラップ参ったなぁ、これは。やっぱりね、この下がれば下がるほど、前腹に近づいてくんで、窓の方が。だから、この車が前腹が2メーター3センチなんで、まあ、それにね、まあ、近づいていくんですけど、上がれば上がっていくほど、狭くなりますね、やっぱね。よいしょ。ね、このギリギリ頭くっつけて、まあ、なんとか、この足元が、こう直角にこうすればいいんですけど、もう常に当たっとる状態ですね、もう足が。で、ここに当たるっていうね、起きるとき絶対ゴツンってこう行きますわね。ここの足の長さですね、12センチほどカットしました。12センチカットするとだいぶ低くなったし、あとはこの窓から窓の前幅がだいぶ変わってきますね。あ、全然違う。足がね、余裕ですね。つま先に結構余裕が出て、ダランとできますね。前回はもうこんな感じだったんですけど、足がダランと力抜けるんで、これやったら、うん、寝れますね。ワンバイフォーを互い違いにちょっと並べてみたんですけど、これを、こう今ちょっとね、こんだけ4センチ分出てるんですけど、これが1本置きに並んでて、ここにね、どういった?あ、これか。ちょっとこれは短いんですけどね、ここ1本、長いのが来るんですけど、こんな感じで、止めて、この出てる部分だけガーッと引き出してくる感じですね。で、ここまで来て、ベッドが拡張するような感じです。この固定する部分だけね、ちょっとビス打ちしてきました。あと、この一本置きで、こうね、全部、一本で連結させて引き出して、まあ、ここの壁まで来る予定ですね、このあたり。サイズ的には、横幅、ベッドの横幅が、1500ぐらいですかね。横幅が1500の、縦が1900ぐらいですかね。はい、1900もないかな。1870とか、それぐらいだと思います。はい、そしたらここ一本ね、ついたんで、これでグッと、引いてこれるはずなんで、ちょっと一回やってみたいと思います。さあ、せーの。あ、硬っ。硬て。しかも戻らん。結構余裕あると思ったんやけど、めっちゃめちゃ硬い。しましょう。一回グラインダーか何かで一回削るか、側面をちょっと削って
やらんとちょっときつきつっすね。結構余裕持ってやったつもりやったんですけど、これじゃいかん。さあどうかな。はい、ということでね、一枚ちょっと皮を剥いだ感じなんですけど、もう引き出したりすることに関してはもう結構、大丈夫ですね。すごいすごい、できた引き出し。もう私寝てますやんこれ。展開。おお。展開はもう随分スムーズになった。滑らかやね。そう。でここにポンと。はい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 。全然おしっかりするよ。ちょっと穴があるでな、母ちゃんは危ないな。まあな、ここにベッド置くでな、うん、あの引くからさ、うん、全然いるよ。どう父ちゃんは寝転んでみたら。この足当たる問題もな、うん、解消。前頭ギリギリでさ、ついとってこっちもついとったからさ。あ、そうなんだ。うん、足当たらへんやんか。逆に前の方が、あの足避けとったって感じ、あの斜めに。あ、やり直す前の、うん、あの第1号機。あ、そう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 。1号機は180しかなかったから、うん、足つまず、あのつま先当たっとったな。当たっとった。うん、今回はこれだいぶ余裕だよ。前回よりリラックスして寝れる。おお。いいですよ。いいね。うん。よいしょ。どうよ。どう？なんかすごいコワコワしとるんやけど、足が。私は全然余裕だよでも。あ、うん、いやもうちょ頭上じゃない？うん。つま先だって当たっとるやん。あ、そういうこと？恐る恐る穴が開いとるからね。どう？いや、どうかどうかは自分で決めてくれどう？あ、いいよ。いい？うん、私は全然快適だわ。このベッドのさ、しなりとかも大丈夫そうやろ。大丈夫そう、全然しならんね、うん、なんか不思議な感じ、うん、お尻が痛い、このままだったの。まあな、穴開いとるな